俺の人形が全ての情報を集めた。蚊は潰されて死んだ。昼は命からがら逃げた。蚊は逃亡しようとしたが、その先でとどめを刺された。サソリは熱光線に貫かれて重傷。まさか毒虫がここまで追い込まれるとはな。サソリとかが負けるのは予想外だった。だが関係ない。オーブは見つけた。だがオーブから拒絶される。おそらくあいつらを待っているのだろう。仕方ない、あいつらを利用するしかないな。さあ、役割を果たそう。最後に勝つのは毒虫だ。もう頂上付近ね。まさかこの頂上に私と大岡が登るなんてね。ね、大岡。そうだね、私自身よく残ったって思うよ。結果お姉ちゃんが言うには毒虫があと一人いるんだよね。うん、いろいろ情報をもらったよ。敵の特徴はオレンジの髪に細い目。主に糸を操り、その糸は材質変換が行われる。つまり、いろんな属性に合わせることができるってことね。それと糸の攻撃速度がほぼ高速に近いだって。そこは厄介ね。高速ってことは、光ったと目が感知した段階ではもう遅い。レベルだから相当反射神経が良くないと厳しいわね。目に入ってる時点でもう届いてるからね。あとは、分身、探知、蜘蛛の糸のように相手を捕獲する術も持っているみたい。あとは、かなり作詞だから言葉には耳を貸さないことって言ってた。かなりひどい目にあったのね。かなり情報を入手してるじゃない。でもそこまで情報があればそれなりに対策はできると思う。あと、敵の戦闘力は予想できる範囲で2億程度あるみたい。なるほど、なら今の私なら問題なく勝負できそうね。そうだよ、結果ちゃん、なんかすごく雰囲気変わったよね。目も何か透き通った感じになってて。私、さっきカナメくんが襲ってきた時に、チキ第2解放、のその先、チキ解放真打ち、を習得したの。チキ解放真打ち、私たちに宿っている詩人を倒すことでなることができる式解放の最終形態。つまり、詩人を支配することで得られる力、だから常に、真打ち、は発動し続けるらしい。そうなんだ、だからさっきから今までの石化ちゃんとは比べ物にならないくらい強く、神々しく感じるんだ。大岡、もう頂上だよ、そろそろ集中して。うん。はぁ、弱ったな、もうかなり限界かも。でも石化ちゃんの足を引っ張るわけにはいかない。あと少しなんだ、絶対に耐えてみせなきゃ。大岡、あそこに何かあるよ。あれだ。あれが精神を司るアクアオーブ。何？あの周辺に漂っているオーラ。わからない、でも触れてみるしかないでしょう。ねえ、大丈夫。わからない、でもやってみる。お願い、何も起こらないで。うわあ。せっかちゃん。なるほど、簡単には手に入れさせないってことね。いいわ、根比べをしましょう。あなたがおとなしく入手させてくれるまで私はあなたに挑み続ける。大丈夫なの、せっかちゃん。パトを救うためだもの、意地でも取ってみせるわ。まだまだ。そんなんじゃ、私の心は折れないわよ。せっかちゃん。大体わかったわ、次は吹き飛ばされない。危ないよ。わかってる、でもなんでだろう。オーブに飛ばされた時に感じたの。俺を手に入れたいなら覚悟を見せろ。で、だからかな、あれは拒絶じゃないんだってわかるの。すごいよ。せっかちゃん。私はどうしてもいけない、邪魔してはいけないって本能でそう感じてる。多分この気持ちは間違いない。だから私はここでしっかり見届けるよ。頑張って、せっかちゃん。おとなしくしろ。力づくでだね、もっとこのオーブから出ている波動に合わせて。あなたの試練私は絶対に諦めない。このまま収まれー。最後のあがつか。でももう無だよ、私は死んでもあなたを離さないから。わあ。いたたた、随分抵抗してくれたわね。アクアオーブ、せっかちゃん、やったね。やっぱりパトの一部だったからかな。扱いが分かってた。これをパトのところに持っていけば、私たちの日常が帰ってくる。辛かったけど頑張ってよかったわ。夢果たせたね。うん、そうだね。でもここまでのことはもう一生ないかもな。うんうん、それじゃあ早速帰ろうよ。降りればメリアちゃんや月下お姉ちゃん、ロカちゃんや、カナメくんが待ってるよ。そうね。でも、全部終わったわけじゃないみたい。お出ましね。
毒虫。いやー、感動したよ。どんな方法で取るかと思ったら、力ずくでとはね。そんな方法ならお前たちを待たずにさっさと取ればよかったよ。だがまあいい、今お前を殺して奪えば何の問題もない。あなたが月下お姉ちゃんが言ってた最後の毒虫。クモだ、まあ、死ぬまでの間、仲良くしてくれ。なんてまだまだ強らなの、さっきの男よりまだまだ強よ。お前、強いな。そこまでのやつはそうそう見ないぞ。どうも。ピンクの方は、弱い。よくそれでヒルを倒したものだ。さあ、やろうか。キク君式、兵糧剣。どうせ粘着性の糸なんでしょ。氷弾の前。体の一部が。落ちた先は氷の大地。残酷にその身を貫く自然の刃。殺しちゃったの。いいえ、相手は何も本気を出していなかった。おそらく、月下お姉ちゃんの情報に合った分身系の能力を使っているに違いないわ。ご名答。だが手を抜いていたわけではない。お前は十分強い。いや、強すぎる。おそらく今の俺が本気になっても手も足も出ないだろう。それで私たちを油断させるつもり。信用がないな。考えてもみろ。100億なんて戦闘力、そう簡単に出せると思うか。100億以上は出せなくてもその代わりを用意しているのでしょう。時間稼ぎをしているのは分かってるの。だからあなたもろともここ一帯を吹き飛ばすわね。それはさすがに困るな。一つ極限文章。どうだ、数万以上の黒い糸で八つ裂きにされた気分は。四季九九式、兵糧剣、兵糖。マジか。芝居はやめて、どうせそれも偽物でしょう。いつまでこんな無駄な茶番を続けるつもり。何度でも切る、あなたの本質を出させるまでは。それは嫌だな、何度も切られるとこちらも辛い。なら、氷に覆われるのはどうかしら。四季九九式、兵糧剣、鉄長。氷の中で私に勝てる人は存在しないわ。体もろとも砕け散れ。圧倒的だ。私の応援なんていらないレベルで圧倒的。これが覚醒した月下ちゃんの本来の強さ。月下お姉ちゃんとは違う圧倒的な力。そしてその月下お姉ちゃんですら体得していない危機解放神打ち。今引き手で最強なのは間違いなく月下ちゃんだよ。この勝負勝てる。分身が何体言っても関係ない。それくらい月下ちゃんは強い。さあ、もう姿を現さないの。何度でもあなたが満足するまで叩きのめす。ああ、もういいだろう。準備はすべて整った。さあ本当の殺し合いを始めようか。何？このまがまがしい流れ。何？あれ？さっきまであんなものは。俺の情報を得ているなら考えなかったのか。材質変換。俺がこれの材質を感知できない透明な材質で作り上げれば、可能だ。さあ、お前の言っていた通り見せてやろう。100億に勝る俺の代わりを。雲を増強する雲柱の号。さあ、地獄を味わえ。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。